最近ね、ちょっと海外の動画ばっかり出してるじゃないですか、ウラドスコイも。ちょっと前はずっと日本の動画出してたのに、もうなんか最近はもうタイ、たまに台湾みたいなね海外ばっかりになってるから、もしかしたらなんか飽きてきてないかなと思ってね。今僕ここね、日本なんですけど、これね、日本です、ね、日本なんですけど、ちょっと動画ちょっと撮ろうかなと思って。でね、今ね、いいもの見つけたんですよね。ここは、ちなみにここね、大阪の柏原市なんですけどね。で、向こうに行くと近鉄南大阪線の道明寺駅があるんですよ。まあ、結構向こうなんですけどね。これここね、結構山の上なんですよ。山の上ね。で、玉手山っていうのがここね、玉手山って言うんですけどね。これで今向こうに行くと、その道明寺っていうね、駅があるんですよ。まあ、その関西でない人からすると、道明寺って何って感じだと思うんですけど、まあ、その南大阪線なんですよ。向こうの世界はね。でね、今度この逆側、こっちに行くと近鉄大阪線の国分駅があるんですよね。だから向こうは近鉄大阪線の世界で、こっちは近鉄南大阪線の世界なんですよ。どうですか？わからないですが、関西の人からしたらちょっと面白くないですか？南大阪線の世界と大阪線の世界がね、この今ちょうど真ん中ぐらいにいるんですよね。まあ境界線じゃないけど、境目ってわけでもないけど、なんか僕はすごい味わい深いんですけど ね。だこの山をね、だからこの向こう側に越えるの大阪線のね、だからその、 なんていうかな、まあ言うと、向こうに行くと難波というか、まあ上本町だけど、上本町まで直通する世界なんですよね。でこっちに行くと南大阪線だから、阿部の橋まで直通する世界なんですよあー、もうこんな動画作ったらなんかまた苦情来そうだけどな。でね、でそう、もう2分経っちゃったけど、今回のね、僕がそのこれ撮り始めた理由はね、それじゃないんです。メインはこれポスト、ね、こんなところにポストあるんですよ。ほら、面白くないですか？これ横断歩道の途中ですよ。これね、これ面白いでしょ。これほら、ねえ、どうですか？ほらこんなところに普通ポストあります？ないですよね。あ、ちょっと人来たけど、そう、面白くないですか？ちょっと一通り過ぎるまで待とうほら、なんかね、今ここ歩いてきて、これあ、面白いなと思って撮り始めたんですよ。こういう普通ポストって、もっとなんていうかな、もっとこうなんか普通の道のところにないですか？道っていうか、こんなね、その道のど真ん中の、しかも横断歩道の真ん中にこのポストポツンってあったりしますか？ないですよね。ね、なんかこのね、これなんていうの、中央分離帯っていうのか、これね。でこの木がいっぱい生えてるじゃん、木っていうか草っていうか生えてるじゃないですか。木ポンポンポンって書いてて、これも木かと思う、あれ思いきやこれポストだみたいな。面白いですよね、これね。たまにはこういう動画もいいでしょ。てかこういう動画の方が好きかな。いや、そんなことないかな。これほら、ちゃんとポストとして機能してるんですよね。うん、まあそれだけなんですけど、今日ね、そう、あ、冬の服着てますそう、だずっとね、海外の動画ばっかり出してるから、タイはもうずっと夏だからね、もう夏の動画でしょ。で台湾もこの前行った時、まあ今でもそうか分かんないけど、まあ、10月の台湾ってまだ夏みたいなもんだから、ずっと夏のドスコイだったんですけど、今もうここね、今もう大阪は今10月の30日かな、なんですけど、もうちょっと冬の入り口というかね、秋ももう終わりに近づいてる感じなので、もうね、だんだんね、もうその寒くなってるんですよね。朝とかね、結構寒いんですよ、うん、朝とか夜は寒いですね。まあ今ね、昼の3時ぐらいかな、だから結構あったかいというか、まあちょっとやや暑いぐらいなんですけど、うん、まあどうでもいいと思うんですけど、冬のドスコイですね、最近日本の動画出してないから、今撮っててすごいなんか新鮮な気持ちですもん。日本で外でね、動画撮ってるって、こんな変わったところにあるポストね。で今ちょっと下の方まで降りてきたんですけど、ほら、あれ、あー、ちょっと見えにくいな、こうやったら見えるかな、ちょんちょん、あ、見えた、お、すごいね、ほら、あれ大阪線の世界
どうですか、ちょっと分かりづらいか、ちょっとマンション結構建ってるんだけど、ちょっとこっからで分かりづらいな、ちょっと向こうのが分かるかな、ちょっと向こう行きます。向こう行ったらちょっとさっきの中学生いたからな、ちょっとなんかあれだけど日本でね撮影するのちょっとね外国とは違うちょっと辛さがあるというか難しさがある。あ、あっちちょっと分かりやすいかな、ちょっとね今向こうに中学生いるからちょっとやりにくいんですけど、ほら分かるかな、大阪線の世界分かります？恥ずかしい、中学生が後ろにいるほらだから、ね、聞こえるでしょ、ほら、わやだな、どうしよう、握手したいとか言って、ちょっとここね、こうやって降りていくとね、ほらこんな感じで街が広がってるんですよ。これ国分の街です、国分、ね、この門下向こうの方に、近鉄大阪線が走ってて見えないから、あ、でもバイクが来たちょっとなんか、なんでこんな近鉄に、そう、これね、これ近鉄大阪線の街、あの世界なんですけど、ほらマンションいっぱい建ってるでしょ。ここね急行停車駅なんですよね。あのだから近鉄大阪線は上本町を出ると、なんだ鶴橋止まって、で、あれ伏せ止まって、その次ここに止まるんですよ。このあーダメだ、